はい、原沢です。CRF250L、21年モデルでこのままでもいいかなと思ったんですけど、なんかちょっといじってみたくなって SP 忠雄のパワーボックス投入したいと思います。さすがに取説読みますかねたまには4はい、今何時、11時ぐらいかな。はい、終わらせます。はい、このぐらいあればできるかな。まずはサイドカバーを外す。これも取れって書いてあったんだよ。あ、残念、つきません。これを外して、それで何だって、あ、これか。あ、ん？ここがついてる。え、これもリベット？あ、はい。取れました。よいしょ。で、エキゾースト、あ、違う、ガスセンサー17ミリ。はい、緩めます。こうやってさ、コードをさ、痛めちゃうよね。ぐる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 だからね。ここ外した方がいいね。そうすればコードをあまりネジネジにしとけばいいんだから、ここ。まあ入れる時にまたネジネジにして入れればいいです。はい。どっかにこのままネジネジのまんま置いときましょう。そしたら今度はこれ、エキゾーストとサイレンサーをつないでるボルトを緩めて抜き取っておきます。だって。向こう側は固定なんだね。抜き取る、抜くの。抜き取れってんだから抜くけどさ。取ったよ。そして、これだ。サイレンサーボディ、前側をフレームに留めているところも緩める。緩めるんだね。ここは緩めるんだ。取らなくていい。そしてフランジを固定しているナットを外し、これだ、本体です。フランジナットを緩める。そうだがさ、泥だらけだね。いきます。これも12ミリかな。これはまたね、再利用です。で、フランジを外して、これで取れるわけだよな。どこもついてないんだよね。いけねえじゃん。カッコ取った。はい。そし
したらこれはここにガスケットが入ってるのは外すんだそうです。簡単には抜けないじゃないか。あ、ぐにゃぐにゃだから引っ張っちゃって取っちゃえばいいのか。はい、出た。もう使えない。そしたら純正のエキゾーストにプロテクター固定用のこれ再利用するみたいなんで、これを取ります。丸切り外さないと取れない。バンドを緩めて、いいよ、はい、取れた。ああ、このバンドは使わないんだ。このバンドは使わない。ちょっと伸ばしちゃって、そしてもともとのこちら、ここについてるバンドに取り替えます。で、こちらのここにつくんだ。はい、これもバンドは外さないと入らない。で、下側から入れて、ここで崩すと。あ、まあ一回外すとね、入れづらいんだから。そしたらこのバンドの位置を合わせるがために、あ、これで仮に止めて、ここだ、ここでいい感じでしょう。でもなんかここは当たる気がするんだけどな。ということはなるべく下側にすりゃいいか。そうじゃないんだ。こっち締めとかないとダメだ。こっちをもう、このネジ、これさ、さっき付属ネジで止めろって書いてあるんだよね。だから付属ネジで止めないと、これネジ穴ダメにすんじゃね。ここ後ろを小ネジで止めて、で前側をちょうどいいところで、ほな組んでっから十分できるじゃんね。なぜ今やらすんだろう。仮締めもう一回外します。組み付け前にここを液体ガスケット塗ります。はい、ウルトラカッパー、何年前に買ったんだろうこれ。多分使えると思うんですけど、あ、買ってダメかな、ほじくってみる。ガサガサ出てくるのかな。きた。最初の方はダメだけど、まあないよりはいいでしょう。あ、まだジョリジョリ、もうそろそろいいから大丈夫。この段差のとこだけね、しっかり塗っとけば。もう少し緩めた方がいいと思う。ブランブランぐらいにしていいんじゃないか。ね、そうしないと入んないでしょ。
そう。そう。本当はここで、なんかエキゾーストガスケットを取り替えるらしいんですが、用意してませんでした。で、このまま行きます。カッパー塗っとけばよかった。もういっぱいだね。じゃあ閉めます。そしたらもうこれは入ってんだからさ、またこれを閉めましょう。仮、これも仮。ゆるく締め付けておきます。ゆるく締めました。とそしたら排ガスセンサーを戻します。このグニグニにしたまんま戻せば、あ、グニグニにしたまんまこれ刺せば大丈夫かな。なんか無理があるな。もうちょっとグニグニにしておくか、最初に。もうこのぐらい。そしてここ押せばちょうどいい感じで、17で締める。そんなに強く締めなくても。こんなもんだろ。そうで、ここはいいと。これを締めるか。そしたら、締めた、これも本締めしたんだよな。あ、本締めはいいんだ。で、カバーつけりゃいいんだな。そして、フランジ締めた。思ったより最後は早かったぞ。後ろ側のこれ心もとないな、細くて。大丈夫。これ先に確認しろってあった気がしたな。あー、若干当たってる気がする。つうことはだよ、これを回しゃいいんじゃね。緩めて、そうそうそう、これをもう少し上にしちゃう。で、
んか当たる気がすんの。はい、結局このプロテクターどうしても当たるので、前側に中にワッシャー2枚、ステンレスのワッシャーを2枚入れてちょっと浮かせました。でここは大丈夫、ここの隙間も大丈夫。はい、サイドカバー止めていきます。このグロメット先に外して、こうやって中からピンを出しておいた方が楽です。で刺して真ん中のピンを押すと。そうしてあとは爪が2箇所、入ってるな。割ったら大変。あ、まだあんの？あとどこ？あ、ここだ。入った。よし、GoPro ビデオストップ。入ってるね。大丈夫だ。よし。それじゃあかけてみます。排気漏れがないか。出来上がりました。1時間ぐらいかな。はい、今回は SP 忠男のパワーボックス、こちら乗ってみた感じはまた後日、しばらく出番がないかな、本当に忙しいから。割と簡単でした。まあ商品の説明も少し追加しておきます。エキゾーストパイプの太さはほぼ同じ、ただ違うのはここ、ここからあちちあちちあちち触っちゃった、ここから急に太くなっております。はい、それでここに、なんだチャンバー室みたいなのがついて、太いまんまここに来て、まあここの毛はまた一緒になりますけど、太いまんまじゃないのか、チャンバーまでが太いのか、この裏がもう見えなくして、はい、とりあえず暑かった。ここで太くなったパイプ系はこのまんまこっちまで全部太いんですね。ここ、インナーのガスケット分の太さ、ノーマルパイプはこの中に入る太さで、このパイプ自体はこの外径と同じ太さということです。ですから実際はこれだけのパイプの太さ余分に太いのが入ってるってことですね。何径で言ったら4ミリ、5ミリ、5ミリぐらいか、直径で。痛い。